今回の動画の記事は概要欄にありますのでチェックしてみてください。 Hey guys! This is Melissa from Okinawa. 皆さんこんにちは、メリッサです。今日は英会話やプレゼンで役立つ英語のつなぎ言葉を紹介していきたいと思います。つなぎ言葉っていうと、日本語ではあのーとか、あるいは接続詞にあたるとはいえ、だからとか、そういう言葉だと思うんですけど、英語にもこのつなぎ言葉っていうのがあります。主に2種類あって、一つはフィラーって呼ばれるもので、これはその日本語の考えるときに使うものとか、ちょっと時間を稼ぐために、間をなくすために使う、そういうものをフィラーって言います。日本語のあのとか、それに似てます。あとはもう一個は接続詞ですね。さらに、とはいえとか、こういうこうよりフォーマルな表現になります。ではこの2種類のつなぎ言葉を押さえていきましょう。まずこの英語のつなぎ言葉を使うメリットと注意点を見ていきたいと思います。一つ目のメリットは、つなぎ言葉を使えると流暢でこなれた英会話をすることができます。つなぎ言葉を使っていると、この聞き手としては、あ、この人英語が流暢だなっていう印象を与えたり、またこうプレゼンとか話すときに沈黙をなくすことができるので、スピーキングの印象っていうのがすごく良くなります。2つ目のメリットは、接続詞の扱いに慣れることができます。スピーキングで使うこの接続詞っていうのは、リーディングでもリスニングでも活かすことができます。文章やリスニングだけじゃなくて、話すときにも接続詞を使いこなしていくことで、英語力の全体的な底上げをすることができます。次に、つなぎ言葉を使う上で注意したいことなんですけど、それは使いすぎるだったり、あと不適切なところで使ったりすると逆効果です。このフィラーのつなぎ言葉を使い慣れると、依存しやすくなるんですよね。間があったり、考えたいときにいつも同じ表現を使ってしまう。そういうふうに話すと、話が間延びしているような印象を相手に与えてしまいます。また事前に話すことがある程度決まっているのにもかかわらず、もしフィラーをたくさん使ってしまうと、この人準備不足なのかなっていう印象を与えてしまいます。なので、このフィラーの使いすぎには注意しましょう。では早速、英語でよく使うフィラー、つなぎ言葉を見ていきたいと思います。まず Well、 この Well は日本語で言うと、うーんっていうこの表現にあたって、相手の質問とか提案に対して考えたい時とか、あと、気が進まない時とかに使える、そういう態度を示せるフィラーです。 Well, I think the red one is better. 赤いやつの方がいいと思うとか、 Well, fine, you can go to the party. これは、本当は言ってほしくないけど、あ、もういいよ、ね、もうパーティーに行ってもいいよ、こういうちょっと考えてるシーンでよく使うことができます。次に Like。 Like は日本語で言う、まあ、そののような間を埋めるために使える表現です。ただ若い人がよく使う表現でもあるので、使いすぎるとあまりにもカジュアルな印象を与えてしまいます。 She was like very angry、ね、こういうドラマとかで見たことあると思うんですけど、これ Like っていうのをたくさん使ってる人、彼女はそのとても怒っていたよ、こう考えてる時に、使うことが、若者が使うフィラーになります。次にあはとか、うんふんとか、もうこれは単語でもないんですけども、音ですね。これは日本語で言う、うん、そっかとか、相槌を打つ時に使うフィラーです。 Have you seen that movie? あは、That was exciting。 このように、うん、Yes の代わりです。あは、うんふん、これをよく会話で使うので、ぜひ使ってみてください。次に You know、 You know、 この表現もよく使います。これは知ってるでしょ、ほらあれだよあれみたいな、わかるでしょあれあれほらっていう、そういう日本語になります。 I went to that restaurant, you know, the one you recommended to me。 あのレストランに行ってきたよ、ほらあなたが前に進めてくれたあの場所だよ、ね、こういうふうに You know っていうのを使うことができます。次に You see, you see, you see、
これも you know に似てるんですけど、こっちは分かったでしょっていう、まあ、確認する、そういうニュアンスが入ってます。ほらねみたいな、ほらそういう、ニュアンスがあります。 You see, speaking English is not that difficult. ほらね、英語を話すのはそんなに難しくないでしょ。こういうふうにこう確認する、そういう時に You see を使います。次、 I mean、 これは自分が言いたいことを明確にするときとか強調するときに使うフィラーです。日本語で言う何々というか、つまりこういうのに当たります。 I mean, he's a good boss. I'm just not sure if he's a good father. つまり、まあ、彼はいい上司ではあるんだけど、いい父親かどうかはわからない。つまりっていうことで、ね、I mean っていうことでちょっと強調しています。次に Let's see, let me see。 これもよく出てくる表現です。これはみたいな、ちょっと考えますっていう、そういうニュアンスがあります。 Are you free on Saturday? Let me see, I'm free in the afternoon。 こう確認したいときですね。確認しながら Let me see、ね、ちょっと時間くださいっていうニュアンスがあります。ここまでがスピーキングで出てくるつなぎ言葉、ね、フィラーなんですけど、次はスピーキングでも、あとライティング、リスニングでも使える、よりフォーマルな時にも使えるつなぎ言葉、接続詞を見ていきます。まずは Also, in addition, furthermore。 これ全部同じ意味です。これは日本語ではまた、さらに、こういう意味があります。話す時にこの今の表現を使うと、自分の話がまだ終わっていないことを相手にこう示すことができます。一旦話が終わって、Also っていうことで、あ、まだ続きがあるんだなっていうのを、まあ、相手に知らせることができます。それぞれの位置づけとしては、Also が一番カジュアル。Furthermore はかなりフォーマルで、まあ、ライティングとかスピーチとかで使われます。In addition っていうのは、よりライティングで使うことが多い、 あるいはこう説明とかで使うことが多い表現です。 Also, I like to watch movies。 また映画を見るのも好きです。次に But, although, however。 これは日本語で言うしかし、けれど、これに当たります。これ全部同じ意味を持ってるんですけど、たださっきの Also, furthermore みたいに But が一番カジュアルで、 Although はスピーキングでも使える、まあ、よりフォーマルな表現、そして however っていうのはよりこう文章的な表現になります。でもスピーキングでも使うことができます。 Although he's sarcastic, he's a good man at heart。 彼は皮肉屋だが根はいい人だ。次に For example, for instance。 これは日本語で言う例えば、この例、何か具体例を切り出すときに使うことができるつなぎ言葉です。この2つのちょっとした違いは、 For example がよりフォーマル、で、for instance はより口語的、より話すときに使う表現です。My memory is failing. For example, I already forgot what I ate yesterday. 記憶力が衰えています。例えば、昨日何を自分が食べたのかもう忘れてしまった。こういうのは for example。このように使うことができます。最後の接続詞。First of all, secondly, thirdly。これはレポート、英語のレポートとかスピーチを書くときに学んだかもしれないんですけど、本来は理由とかメリットとかを説明するときに、文章を展開するときに使うつなぎ言葉です。スピーキングでも使うことができて、話すときに使うと話の間を埋められたり、あと話のテンポを良くすることができます。 Secondly, learning English opens up the world of entertainment。 第2に、英語を学ぶことでエンターテインメントの世界が広がります。このように使うことができます。今日は英語のつなぎ言葉2種類ありましたね。フィラーっていうものと接続詞。フィラーはよりスピーキングで使う、フォーマルではない表現ですね。そして接続詞っていうのはフォーマルな場でも使うことができるし、まあ、カジュアルな場でも使うことができる表現でした。それぞれニュアンスが少し違ったりするので、たくさんただ間を埋めるためにただ使うんじゃなくて、その時の TPO、 その時の状況に合った表現を使う練習をしていきましょう。 OK guys, see you next time!